こんにちは、横浜の英子です。今日は本日発売のセザンヌのハイライトの03番オーロラミントを紹介させていただきます。よかったらご覧ください。先ほど購入してきましてあったんですね。それで今まで1番と2番が大好きで使っていたんですけれども、やっと本日発売のオーロラミントを購入することができました。手に書いてみたんですけれども、分かりにくくて大変申し訳ないんですけれども、1番はかなりハイライトの色がツヤツヤ出すぎているのと、2番は落ち着いたちょっとボビーブラウン系の色になってまして、3番が本日購入してきたものなんですね。こう見て伝わるかどうかわからないんですけれども、3番のオーロラミントが一番ツヤが落ち着いていて使いやすそうなハイライトになっています。こう見ていただくと分かるんですけれども、そんなに塗ってみるとグリングリンしてないんですね。なのでこれからこちら側にオーロラミントを塗っていきまして、今までお気に入りで使っていた01番をこちら側に塗っていきますね。まず01番をこういう風な感じで塗ってみたんですけれども、かなりツヤツヤしてるのがわかると思うんですけれども、次に本日発売のオーロラミントを塗っていきますね。今こちら側にオーロラミントを塗ってみたんですけれども、こういう風な感じで少し落ち着いたツヤ感が出ていて、私たち世代でも使いやすいかなと思って紹介させていただきました。こう比べてみるとわかると思うんですが、01番はかなり光っているんですけれども、03番の方は落ち着いた光り具合なんですね。なのでこれからは03番を薄くつけて目の下のたるみのところを少し明るくしたりしていきたいなって思っています。今日は本日発売のセザンヌのハイライト03番オーロラミントを紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。